によって作り出されるる微小環境のことである成人の骨髄では毎日数千億個の血液細胞が作られるがその大元になっているのはごく少数の造血管細胞である。中1、造血管細胞は細胞を分裂すると一つは完全な自己複製された細胞となり、もう一つは血液細胞への分化の道をたどり始める。 血液細胞への分化の道をたどり始めると、増血腺具細胞となり盛んに、細胞分裂をして、数を増やしながら成熟した、血液細胞へと分化、成熟していくが、一旦分化、成熟の道をたどり始めると大元である。増血幹細胞には、戻ることはできず、またその増殖も盛んではあるが有限であり、増血幹細胞による新たな腺具細胞の供給がないと、 一生にわたって血液細胞を供給し続けることはできない。そのため、少数の増血幹細胞が枯渇しないように、あるいは変質しないように保護する仕組みが必要となる。増血幹細胞は骨髄内の特定の場所で支持細胞と接着し、支持細胞によって眠らされ、中に大事に保護されているが、必要な時には目覚めさせられて二つに分裂し、一つは 造血幹細胞の状態を維持しまた元のように、支持細胞による環境で眠りにつき、もう一つは、支持細胞の元を離れて盛んに分裂し数を増しながら血液細胞への分化の道をたどることになる。そのような骨髄において造血幹細胞と支持細胞などが織りなす微小環境を造血幹細胞日チと呼ぶ。造血幹細胞日チには骨髄の奥深く、 内骨膜上で特定の性質を持つ骨芽細胞を中心に細胞細胞、皮細胞など多種類の細胞によって構成され、性的な骨芽細胞性ニッチは内骨膜の表面に接着し、その表面に N キャドヒリンタンパクを持つ。増血管細胞も N キャドヒリンを持ち、巣の細胞と増血管細胞は N キャドヒリンタンパクを介して接着している。また、 巣の細胞と増血幹細胞はそれぞれその表面に多数のレセプターを持ち、互いに多種類のシグナルの交換をしているが、その中でも重要なものには、アンマイナス1イ2シグナルとセポ、MPL シグナルがある。巣の細胞と増血幹細胞が N キャドヒリンタンパクを介して接着している状態で、巣の細胞が放出したリガンドアンマイナス1が、 造血管細胞の対2レセプターに取り込まれると、造血管細胞では、細胞周期の G0 期、細胞分裂が行われない正式が維持され、また、細胞のアポトーシスが起こらないようになる。また、アンマイナス1、対2シグナルは、N キャドヒリンタンパクを介して、接着をより強固にする働く。また、酢の細胞が放出する、セポをオリガンドとし、MPL レセプターに作用するセポ、 MPL シグナルも定常状態では、同様に増血管細胞の静止と細胞接着に働く骨芽細胞ニッチから血管性ニッチへの増血管細胞の移動がある。それぞれは独立している。骨芽細胞ニッチと血管性ニッチは別々のものではなく近接し一連としてニッチを構成している。骨芽細胞ニッチの存在に否定的な研究もあり、また、 カー細胞は両ッチに見られ、それぞれで重要な働きをしていると思われるので、増血幹細胞ニッチは骨が細胞や血管内皮細胞ではなく、カー細胞が中心になっているとの考えもある。この分野は未解明な部分が多く、今後の研究が待たれている分野である。近年の研究では、カー細胞が造血幹細胞や造血腺具細胞の維持に大きく関わっていることが、 判明している。骨髄のホラー様毛細血管のほとんどはカー細胞によって取り囲まれている。カー細胞は突起を伸ばし、増血管細胞の大半はその突起に接着している。増血管細胞は CXCR4 レセプターでサイトカイン CXCL12 を受け取り、CXCL12 は増血管細胞の維持に必須の分子であることが 明らかになっている。カー細胞は CXCL12 を高発言しており、また、カー細胞欠損マウスの研究から、カー細胞は、増血管細胞の増殖に関わる SCF の産質の主体でもあることが示唆されている。増血管細胞が存在する、コラ様毛細血管を取り囲んで増血管細胞に接着し、増血肝細胞の維持や増殖に関わる分子を、 産出している、カー細胞が増血幹細胞に地の主たる、抗生細胞である、可能性が強く示唆されている。しかしながら、カー細胞に比べて増血幹細胞の数ははるかに少なく、増血幹細胞を維持している機構は未だ不明である。増血幹細胞は骨髄細胞1万から100万個に1個程度しかないが、強い放射線症者によって、 増血機能を完全に破壊されたマウスの実験では、たった一つの増血幹細胞が、増血機能を再構築することが確かめられている。出典、洗い分用、増血幹細胞、幹細胞の分化誘導と応用 NTS2009 年 PP62 から71日値において、そのほとんどが細胞周期の G0 期であり、正式の細胞は、 抗がん剤に対しても抵抗性があり、活性酸素などの酸化ストレスによる DNA ダメージも受けにくい出アラい分用、増血幹細胞、幹細胞の分化誘導と応用 NTS。2009年。PP62 から71。HATABCDEFGHIJK ラい。分用、増血幹細胞と日知。アニュアルレビュー血液2009中外医学者。2009年。 pp 9から17ハット abcdef アライ分用、増血幹細胞幹細胞の分化誘導と応用 nts 2009年 pp 62から71ハット abcdefg ベ部達夫編集増血器主要アトラス改定第4版日本維持新報社2009年 pp 34から 36ab 山崎里志中内慶子 日チシグナルと増血幹細胞制御。アニュアルレビュー血液2010中外医学者。2010年。PP7 から10。吉原裕樹、須田年生。生体内における、増血幹細胞の動態、アニュアルレビュー血液2010中外医学者。2010年。PP1 から5ハット AB 勝美明。なおえともき。増血機種用と肝細胞日知明石孔一編。 ん幹細胞いばやく出版、2009年、長沢球児、小松吉木、杉山律樹、増血幹細胞の日誌へと増血調節、アニュアルレビュー血液2012中外医学者、2012年、PP1 から8。ありがとうございます。